次、7位でねん、三匹木星さんです。7位です。はい、ね、三匹さんは11月中吉で12月が大凶になります。だこれも八白さんと同じですね。11月中が勝負です。で11月中の三匹さんは結構モテ期が来るんですよ。みんなに注目されやすい時が来るので、シングルさんはもう11月のうちに思いっきり目立ってください。12月はマジできつい大凶です。どうきついかっていうと、なんかね、好きでもない人好きになっちゃったりとか、あとは人とうっかり、そういう人と別に好きじゃなかったんだけど、まあいっかってうっかり付き合っちゃって、ああいや失敗したってなりやすい年に月に入ってくるので、もう中吉の11月中に勝負決めちゃってください。告白するのも11月中がおすすめです。12月に告白しちゃうと誤解されたりって可能性も高いので、危ないので11月中にやっちゃいましょう。で12月に好きになった人は、もし なっちゃった人、好きになる人、クリスマスで何かみんなで過ごして、いいなと思った人がいたとしても、そこでちょっと早がってはしない方がいい。好きになった気持ちを来月になってもやっぱり、あのあごめん来月じゃないや再来月だ再来月になってもやっぱり好きだなと思えたならいいんだけど、12月と1月と大凶に入ってくるので、そうすると自分の好きがちょっと狂っちゃう可能性があるので、11月中好きな人ならば11月中に告っちゃいましょう。その方向で動いていただければと思います。そしてカップルさん、クリスマスはなるべく予定を入れないようにしましょう。11月中に楽しんでしまって、12月はのんびりしてほしいです。どうしても12月にデートするときにはこちらも喧嘩に注意、揉めたらすぐに謝ってくださいという感じになります。こういうテンポですけど大丈夫かい、大丈夫かい、大丈夫かい、いくよ。揉めるんですよ、7、8やっぱり下の方は。特に年末やっぱりいろいろこう仕事が忙しかったり、タイムスケジュールも思うようにいかなかったり、けど自分の気持ちはこう高揚してたりとかすると、どうしてもその自分のね、画を通したくなっちゃうんですよ。でその通したい画がスルッと通る人と通らない人といて、さっきの2人はやっぱり通らないタイプなので、すぐ謝ってくださいね。そして8位さん戻っちゃった。次6位、ちょっと踏み込んで言うことが評価される時期に来てますよ。モテ女子って言われてるんじゃないかなと思います。ちゃんと出てますからね。前向きになってるんだと思うんです。お仕事運もすごく安定していていいです。着実に狙ってってください。来年再来年おすすめです。頑張ってください。